皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。まずは冬のオンラインセミナーシーズンにご参加いただいた皆さん、どうもありがとうございました。そして DLS 応援アイテムをご購入いただいた皆さんもどうもありがとうございました。無事に年末年始のセミナーが終わり、スカラシップ参加者のバレエ教師、そしてダンサーも皆さんのサポートのおかげでクラスを受講することができました。11月、12月の応援アイテムの売り上げより、冬シーズンに出したスカラシップの 29.7% をカバーすることができました。どうもありがとうございます。これからも引き続き応援アイテムの方は DLS サイトの方でチェックできますし、新しいアイテムも増えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。DLS のインスタをチェックしてくれている方が一番よく知ってるかなと思いますが、現在、緊急事態宣言中ダンサーサポート用のエクササイズクラスを受講料投げ銭スタイルでお送りしています。舞台で収入が消えたり、コロナの影響で金銭的に厳しいダンサーたちは、自分が払えるだけでクラス参加が可能。ダンサーをサポートしたい人たちは、バレエ歴、エクササイズ的に関係なく、エクササイズクラスに参加できるし、サポートしたい分だけ払えるシステムのクラスになっています。このポッドキャストが皆さんのお耳に届くまでには、2クラスはすでに終わってしまっていますが、明日23日、27、30、そして2月の3日の朝9時半のエクササイズクラスに参加したい方は、インスタで DLS を探して DM をくださいね。さて、今日は2回目の緊急事態宣言についてではなくって、この前発表したボディコンと勉強会についてお話ししていきたいと思います。本当は、愛さんのバレエ留学期シリーズの続きをと思っていたのですが、こちらのご連絡を先に感を重大的に入れさせていただきます。もう発表を SNS やブログで読んでくれた人もいるとは思うので、詳細ではなく裏話をお届けしますね。でもその前に、勉強会はわかるけどボディコンとは何ぞやと思った方もいらっしゃるでしょう。ボディコンとはボディコンディショニングの略で、 DLS 開始当時に行っていたセミナー名です。とは言っても略語が嫌いな私がボディコンって使ってたわけではないんですが、参加者の皆さんが揃ってボディコンと呼ぶから、そのうち定着していきました。背骨 T シャツもそうだけど、ニックネームは DLS サポーターがつけてくれているんでありがたいですね。今年もまだ DLS は来日セミナーを行いません。理由はまだ先が見えないから。もしかしたら今年の真ん中くらいには状況が良くなってるかもしれないし、あまり変わらないかもしれない。ただクリスマス直前にイギリスが3度目のロックダウンに入ったように、状況がかなり変化するというのが今現在のシチュエーションではないでしょうか。多くの人たちが様々な地方から集まってくれる DLS セミナーでは、いくら会場内の密を、そして消毒を徹底したとしても、満員列車の朝に乗るとか飛行機を使うとかの交通機関までのコントロールはもちろんできません。コロナでは影響するのが肺であり、無症状でも感染者の肺に症状が残るという、あまりテレビでは取り上げられない事実も、体を動かすことが職業になるダンサーを考えると怖いでしょ。他の団体はセミナーもコンクールもバンバンやってるのは知ってますが、ダンサーの健康を応援する DLS の CEO としての私の判断は来日せずです。春のセミナーもいつもの期間より短縮で、秋は行いません。その代わりに、私のボディコンディショニングクラスを一緒に毎週受講できるサークル活動と、月に一度のバレエ教師用勉強会を行うことにしました。理由はやっぱりコロナなのね。先が見えない。予定が一晩で変わってしまうかもしれない。そんな時代にどうやったら DLS がコンスタントなダンサーの居場所を作ることができるか。それを考えて年末を過ごしました。私の住んでいるビクトリア州はクリスマスまで感染者ゼロだったのに、年末少し増えて、31日の夕方に隣の州から出入りが禁止になりました。クリスマスに家族を訪ねて自分の家に帰ってこられなかった人もいるくらい。未だに留学先に戻れない子や、劇場オープンの目処が立たないため、プロでもプリンシパルでも関係なく日本に戻ってくるしか方法がなかったという人のお話も聞いています。そういう時代にいろいろ変わるけど、 DLS は週に一度オンラインがあるもんねと思ってもらえたら、そしてどの国にいてもネットと時差さえ合えば参加できるなら、安定したスケジュールをダンサーに提供できる。それって私にできるダンサーサポートだと思ったんです。バレエ教師の方もセミナー期間に代行を立てるのは大変でしょ。一クラスならどうにかなるかもしれないけれど、いくつか受講したいものがあったら1週間代行っ
ていうのも、人を探すのも金銭的にもとても大変。なので、月1の勉強会は、教師講座のモジュール1、2を受講した人だけというカテゴリーはあるものの、ライブでの参加と動画版のオプションも今回作りました。また、勉強会の1週間後にディスカッショングループという会話をしながら復習したり、ケースを話し合う場所も作りました。去年のポッドキャストでもお話ししたバーサタリティを考えて、会話することで深く学びができる人もいるだろうし、勉強した内容を自分の中でまとめる時間が必要な人も安心して参加できるように考えてみました。このように毎週クラス、毎月勉強会っていうのを行うのは DLS 史上初なので、果たしてこれが皆さんにとっていい方法なのかはまだわからないですが、ボリコンサークルは3月から、月1勉強会は5月からスタートしてみます。クラスの詳細は DLS サイトをチェックしてください。申し込みもセミナー争奪戦とは違う形になりますので、サイトをチェックして質問があったらメール、hello@dancerslifesupport.com で教えてくださいね。ということで、今週のポッドキャストはここまで。なんだかお知らせポッドキャストにはなってしまいましたが、今年の DLS の活動やどんなサポートがあるのかのチラ見せっていう形にね、なってくれたら嬉しいです。来週のポッドキャストからはまた愛さんのバレエ留学期に戻ります。また金曜日にお話しいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。